おそろザビチャンネルへようこそ。どうもザビでーす。はい、前回のね、5者連続三振からのこの流れまだまだ勝ててませんが、はい、次の試合いつでしょうかということで、お給料日だ、25日ね、25日に試合ということで、それより頑張って練習していきましょう。いやー、二度押しがなかなか弊害出てるね。難しいわ。まだまだ慣れなきゃいかん。ホークスはすごい順調。俺はいないね。あ、セリーグかあ、違う、セリーグやった。うちどうやった。あ、セリーグだけやった。うち入ってません、まだ。今からパリーグでしょうね、きっと。僕入ってませんかね5者連続三振ですよみたいな。ダメかはい、奥井くんとひたすら練習していきましょう。いやー、25日だからあと少しで試合かな。全然だもんな。勝てると思った試合負けたからねやっぱランナー出した瞬間に崩れるパターンなのね。まあ2年目ですから、ローテーション入れてくれてるだけありがたいよね。で、二刀流ってまだ言われるほど打ってないからね、それ俺は全然 G やからね。お前守れるだろうみたいな、あれでよう出してもらったな。ほんとすげえわ。まあどちらかというと二刀流というよりもね、あのセリーグチックになってるだけですけどね。はい、悔しいことに、悔しいことにファンサービスも頑張って考えながらいきましょうかね。試合の前に休みたいけど、まあひたすらまだ練習を繰り返すか。奥井相当成長したんちゃうかな。次俺の先発の時と似てやろう。 B 増えとったらどうしよう。次やな。あ、でも26日伸ばされと給料日の次の日になったな。多分スタミナ的に伸ばされねえよな。少し休憩していった方が本当はいいのかもしれんけど、まあ、ちょこっと休んでちょっと増えてを繰り返してるからね。じゃあ次怖えから、まあ怖くはねえか別に。この辺一回移動して、なんかね、あ、レベル2になったとこ行ってもいいか。びっくりマークがあった方がいいな。そう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 、誰かおるかもしれん。よしよし。さあ何しようかなと。ブラブラ歩く不動産屋さん、いかんいかんいかん。ジャンソーいかんいかんいかん。ブラブラ歩こう。お金が増えただけやった。あ、おお、なんかしたんけど、ありがとう。試供品、センキュー。帽子は、パワープロ、はい。プロ野球選手です。なるほど。こっちもレベル2になりましたね。誰、何チラチラ見てるんですか。いやいや、めっちゃ可愛いなと思ってね。なんつうんか、っていう。あれ、え、だ、知ってんの、知ってんの、俺知ってんのファンなんです。あ、びっくりした。あ、そういうことか、知り合いかと思った。あゆみちゃん、あゆみちゃんね、了解。よしよし。これね、サクセスしたことある人やったら、まあまあ、知ってる人ですよね。おなじみのって感じで、おなじみの選手ですよ。僕はしてますからね、一応ね。一回休んで西武戦、一回休んで、この次も多分休めるはずなんで、ブブー、よしよし。で、ここで休んどきましょう。休んどいて、疲れが取れた、お金増えた。で、ここで多分試合なんですよね、きっと。試合伸ばされないよね、伸ばされない。ということは、ここで一旦お出かけして、お出かけして、誰かおる、誰かおる、施設一覧、誰も、あ、誰かいる。スポーツショップ、総合運動公園、いいよ、ここ行こう。え、いや、スポーツショップ行こう。なんかいいショップは買えるかもしれない。ショップ、バット売ってないって言ったら、あ、売ってた。え、鉄壁グラブ、ほう、高え高え、シミロプラス2。あー、でも、あー、なるほどね、この辺ね。買っとこう、買っとこう。1個しか買えん。え、嘘やろ、やべえ、ボロボロになったらマウトやわ。マジか、もう少し安くなったらくれたらいいのに。装備できる、装備装備装備。強化データ、あ、装備ここじゃできないの、もしかして。マジで、すげえ普通これと言ってないですっていうね。まあ、カチュウ持ってますから。マジでアイテム、あ、あったあったあった、これや多分。鉄壁グラブ装備しました、やったー。1個しかねえ。あ、99個分の1ってこと。あ、違うわ、違う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 、そういうこと。やっぱ1個しかねえわ、やべえ。これバット買ってったりしないといけないんや、初めて知ったわ。はい、ということで、じゃあ試合行ってみたいと思います。今度こそ、今度こそ勝ちたい。しかも西武戦、ホンダじゃないわ。見れんのかね。あ、見れんのんや、ここで見れるかと思ったわ。なりきり設定あんじゃん。いやいや、しない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 、そんなしたわけわからんから。ウッチーが6番を打たないと、
それはもう完全に奥井のせいやな。奥井のせいって言い方もおかしいけど。福岡ヤフオクドーム。よし負けんぞ。投手。あ、しまった練習。いつもの癖で。二度死んでほしい。あれぐらいの速さね。変化球は。おお、いいよいいよ、あれぐらいね。ランナーいないときは良さそうね。ちょっと早かったか、ちょっと早かったね。まあまあよかよかろ。あんな感じで投げていけば。おお、しよ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 し。ナイスナイスナイス。これも疲れが出てきたアウトやけど。まあまあこんなもんでしょう。バッチシー、さあ取れるぞ。よし、ナイス得意。ナイスナイス。雨とこ投げたらやっぱ打たれるからな。よしよし、いいよいいよ。投げました。あー、寒かった。おお、でも振ってくれた。サンキューラッキーラッキー。高め高め。ここ、一つ外して。うわ、まあいいよまあいいよ、からこいから。カウントワンボールツーストライク。ここ、あら全然違う、早かった。なんか前回は遅めやったつん、今回早めになったな。ここ、うわー入った。ナイスボー、ナイスボー、ラッキーラッキーラッキー。点取ってくれてません。まあ今度は俺がちょっとバットでも見せたいね。恐怖の格段、恐怖の核弾頭になった、秋山が。え、もともとだったっけ。いいねいいねいいね。じゃあこれ入るか入らんかぐらいだけど、こう。よーし、いいよ。あそこにあるビシッと決めれるんやったら大きいやわ。ここ、ほら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 、よし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 。ここ甘かった。さあ次の投球、慣れてくれば。だいぶ慣れてきたね、うん、だいぶ慣れてきた。こんぐらい投げた。おお、いいね。あれ、ボールを球一個外すとかできるよな、これできっと。投げた、ほら、イエーイ、いい感じになってきた、いい感じになってきたよ。必ず低めからこいつ入れてくるんやなってのがバレてきたな。ちょっと変えよう。投げました。コツ、キャッチャー取って、取ってナイス、オッケー。この回きっちりと3人。よし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 、これ、はい、回ってこない。回ってきてねえやん。ライオンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはクリアン。やっぱ外から入れるんや俺。やべやべ、雨やめ、もう全然バレバレや。これ変えていこう変えていこう。次は打ちました。オッケー、ブーン、アウト。ドヤ顔ドヤ顔。今度インコース、インコース。よし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 、なんか知らんけど、あの俺が絶対アウトコース低め、アウトローからこいつ攻めるんやってバレてるからね。変えていこう変えていこう。第3球をこっちかな、こっちかな。投げた、アウトコース。うん、振ってくれん。まあまあでもあれぐらいで OK よ。投げた、インコース、イエーイ、空振り三振、三振に仕留めました、三振してみました。投げた、雨や、でも全力ストレートもちょっとね、たまには使っていかんと。投げた、アウトロー、振ってくれん、入ってないのか。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、雨ストライク、雨雨、全力ストレート高めに外していいよ。ここ投げました、おっしゃー、入ってたね、多分ね、あれ入ってた。おお、すげえ凛々しい、こう見るとすごい凛々しい。あ、走るんや。さあ俺からね、頑張って。マキアンか、ちょっと強振やめようぜ。やっぱり強振やめよう。でも飛ばねえんだよな、パワーがなくて。第2球飛ばねえんだよな。よいしょ、やっぱり飛ばねえな。まあまあしょうがないしょうがない。これでよう二刀流しようって言ったね、感じかわからんけど。この回のトップバッターは金子。よいしょ、 G でね、 G ででも、しっかり頑張って打てると思うんだ。 G でも、うん、カウントワンボールワンストライク。いや調子だな、パワーが足りんからしょうがない。これから4球目、高め高め。ここよし、とりあえずイージーイージー。サードキャンパス後方、やべえ慣れてきた感じ、もしかして慣れてきた感じ。源田すげえ、今日の2番や、見送ってストライク。この2番怖え。投げた、打ちました。よーし、もうあとはもうアウトロー。よいしょ、うわー綺麗に打たれた。綺麗に打たれたわ。なんでや、走る、ゲッツー。コースか、二塁フォースアウト。あーっと、送球、あー若干それだか。まあしょうがない、やべ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 、やっぱランナー出すとリリースが甘くなる。第3球を投げた、アウトコース。よし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 、
少し迷ったか。低い。オーケーオーケー、ショート。ナイスナイスナイス。よしよしよし。あまり危なくないですね。いいんじゃないですか。危ない、危なくない、うん、危なくない。まだだってヒット1本しか打たれてないからね。アウトローやった、また。またアウトローから攻めてしまった。ほっ。よーし。高め高め、普通に高め。若干外寄り。よしよしよし。ちょっと外寄りにして、引っ掛けさせるような感じで。ベストピッチ、ナイス。よしよしよしよ。もうここは絶対インコース高めは振り切らないよ。振ったわ。振ったわ。俺の想像ではなく普通に振ってきたわ。よいしょ。どう？外寄り外寄り。はずぐらいでいいよ。よし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 。まあインカウね、ボール球から勝負するっていうのも大事。初球の入り方ね。投球はこれから3球。ジャイヘッド俺甘いからね。軽くパコーンってホームラン打たれるから、いい感じの時ほどホームラン打たれるからね。アウトロー外すぐらい、外すぐらいでちょうどいいのに。ウーロンちゃんがですか。オッケー、今度軽快な守備を見せました。軽快な守備ですね。5回よいしょ。雨雨雨、もう一球もう一球もう一球、もう外すぐらいでちょうどいい。ここ打ちました。よし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 。素晴らしい、素晴らしいピッチングです。俺からか、また俺からか。もう強振強振、ヒットヒットヒット狙いなんだけど、うおチェンジアップ手が出る。第2球、よいしょ。まあちょっとボール球じゃなかった、全然当たってなかったな。でも俺が凡退した後ヒット打ってくれて点が入るっていうのはありがたいね。カチューンですからね、これがカチューンですよ。じゃあザビ追ったなみたいな感じで見せるとカチューンになります。何のこっちゃ分からんけど、いいねいいねいいね。あとアウトローですよね。うわ雨、あぶね。甘さ甘さ爆発やな。は隅谷健一郎、よいしょ。ナイスボー、ナイスボーナイスボー、よいしょ。カウントはダメですか。初球ストライク、シャー。あとアウトコース高めにシュートボールで三振、打った、打ち上げた。これは平凡なレフトフライ、まあまあまあ、まあ、イージーですね。素晴らしいですね。あんだけボールコースが打たれるって俺は一体何やったんや。いやいや甘いよ甘いよ、まだまだボール球、ボール球よ、ボール球勝負は。ここ雨雨雨雨雨雨、インコース高めに1回外す外す、よしよしよし、いいよいいよ。でアウトコース低めにこうインド、あ、アウトローバシッと、狙い通り狙い通りです。来たチャンス、1打点打点をマークしたい。ピッチャー変わってる、こう甘かったね、今ど真ん中やったね。やったー、あ、無理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 、やったー、初打点初打点、レタスレタス初打点。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは1になりました。よいしょ、初球はストライク、いいねいいねいいね。第2球、こう完封させてもらえる感じ、いや無理だね無理だね。うわーボール球、スタリナがコントロールがまとまってきたら多分これもベストピッチ出しやすいんでしょうね。よし取れるよ、ナイスナイスナイス。あーこれどうしようかな、高めかな。おお、まさかインコースに来るとはって感じやろな、きっとな。入ってる入ってる入ってる、いいよ軽くね軽く。ここベストピッチ、うーん残念、あ俺や走らないか。よし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 、アウトコースからのちょっと寄り外寄り、高め外寄り、投げました。外角高め、まあまああそこ入ってくれてよかったと思うんだけどね。よいしょ、うん、あそこも入らんか、まあ大丈夫大丈夫。ここベストピッチ、ナイス。もう一球同じところ、ここ打った、引っ張った、切れていきます。第6球をでタイミング外すような球で投げました、引っ張った。うわーやっぱ直球を狙ってきてるから当たるんだろうな。ダメか、じゃあアウトコース低め、投げた、打ちました、
よしよしよし、しっかりだ。内川、ボールを取る。内川、一塁。いいね、いいですね。実にいいですね。実にいいですね。8回来ましたよ、8回まで。ちょっと疲れてきましたけど。ナーダツ三振やからね。それは疲れるわ。どちらかというと、打たせるピッチングになりそうな感じの球なんだけどね。変化球的に。ちょっと三振取れるのはありがたいことですね。プルプルしてるね、プルプルしてるよ。あそこ入ってるでしょよ。ダメ。一回はこう審判に注文つける。よっしゃー、今ベストピッチかと思ったけど残念、失敗したけど。うわー、マジかー、残念。軽く持って帰った。ピッチャー答え、ピッチャー答えでしょ。答え答え、オッケーオッケーオッケー。勝って、危ねー、勝った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 。ホームランもったいなかったな。でも一本は必ず打たれるな。よし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 。7回無四、球被安打2、その中1本ホームランと。いやー、勝った勝った、初めての勝利ですね。今シーズン初勝利、負けなしね今のところ何回か何回かやらかしてますけど、やったー。松田、おめちゃめちゃホームラン打っとんね。この8回のホームランは俺が打たれたやつですね。はい、ということですね。よっとでー。はい、あー、まあ完璧でしたね。三者連続三振、最初の方ね、完璧でした。ありがとうございます。絶好調、いろいろ経験値、このまま好調を維持したいね。コントロール曲がった、直球曲がった、よしよし。ファンが910人だった。チャンネル登録どうや。まだまだ勝ってんの。まあうちは負けんぞ。今日はすごい活躍だったな、俺も負けられないな。なんか人が集まってみたいだ。誰だ、何があった。誰誰、みーちゃん、みーちゃん楽しかったにゃ、猫。アノザビって選手が格好良かったの。おー、ありがとう。今日活躍したもんねって。まあまあ、伊達も一応あったしな。みーちゃん喜んでくれて楽しかったよ。何これ、おたさんの姫。おたさんの姫な、きっと。どこか行きたいとこある？カラオケに行きたいな、な、な。ヒントにゃって。絶対私のものにしてやるにゃ。やべえ、それはあかん。なんか近寄る方がいい。絶対そう。危ない危ない。よし、勝ちました。初勝利、初打点、初勝利ですね。はい、あ、今シーズン初勝利か、初打点。はい、ということでよかった、勝った勝った。次回はまた勝っていきたいね。こう防御率をなんとか3点台まで下げたいな。でもホームランもったいなかったね。まあいろんな反省を踏まえてまた頑張っていきたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイちゃーん。